サイエンスカフェを今日やるんですけど、それでですね、今日はスピリチュアルな話になるかどうかは分かんないですけど、僕がちょっとタイトルに、こうサブタイトルにちょっと怪しげなタイトル入れましたよね。覚えてますかね。天気とは、僕がですね、ある小学校の授業に呼ばれた時に、天の神様の気持ちですよと子供に言ったんですよ。それで、天気予報ってみんな、見てるかどうか知りませんけど、あれ見ておくと何がいいかって言ったら、小学生なんで天の神様からの連絡書は見といた方がいいというような話をしたらですね、結構子供たちは連絡書は確かに見た方がいいみたいな見ないと宿題忘れるみたいな感じで、こう割と落ちてくれたんで、これは一つの見方かなと。でこれはこれで、ちょっとメール読んでくれた人どれぐらいいるか分かりませんけど、僕が最近ちょっと、神様が何なのかみたいなのは、その国によって宗教によって違いますけど、日本でいうと神様ってこういう、ね、雷様がいたりお天道様がいたりいろいろしますけど、それをこういろいろ結局なんかそいつの性格をたどっていくと、今の科学で言うところのこれだなみたいな置き換わりがこう結構ちゃんと対応があってですね、なかなか面白いんですね。でそれを言ってる、昔の偉い人とかの寺田虎彦とかっていう人の話とかですね、結構最近興味があって、そういう言い方をがするようになってですね。で、じゃあそうやって置き換えていくと、結局天気予報って何してるのかって言ったら、天の神様がこう毎日つぶやいてるのを、聞き取って、それを拡散 RT してるっていうのが天気予報なんだなと思ってもいいわけじゃないですか。はい。で、一番とにかくできるだけ RT されるようなちょっとキャッチな言い方をする人が、あいつの言うことはすごいみたいな感じになっていくんだと思います。でフォロワーが多い方がきっといいんだと思いますけど、で、そういうのを業務にしてるのが、このフロアの会社だったりするわけですけど、で、僕はですね、その業務ではなくて予報を毎日やってるわけじゃなくて、予報をやるための、学問バックグラウンドみたいなのが気象学っていうのはあるわけじゃないですか。でそれは何なのかなっていうのをこう考えたら、要するにその、自然界にいろいろわけのわからない神様がたくさんいてですね、いろいろやらかすけれども、で普通に考えてもこう普通に生きててもなかなかわからないことなんだけど、ある程度分かった、こういう性格じゃねえかなと推し量って日本語に訳して、こうだろうと、大体合ってるでしょこれでっていう翻訳アプリ、でも未完成なんですけど、それが結局こういう学問と呼ばれたり、固く言えば学問だし、気楽にといえばその携帯のアプリだったりするかもしれませんけど、そういうものを僕がやってるのかなと思います。で、でもこれなんですね、気象予報士とか、気象予報士持ってらっしゃる方どれぐらいいるんですかね。結構いらっしゃるんですね。気象予報士僕は持ってないんですけど、取ろうとしたら結構大変じゃないですか。すごい大変ですよね。僕はもう教科書を見ただけで、試験問題を見ただけでうわってなっちゃうんですけど、これ学問として全部インストールしようとすると、こう端から端までインストールしようとすると、とにかくヘビーなんですよ。なんで普通の人は無理なんですよね。何もそのおいそれと、だから一生懸命10年勉強するっていうのは別ですけど、そんな変わった人はなかなかいないんで、こんなヘビーなアプリをみんなに使えるというのは酷な話じゃないですか。だけど広げたいし盛り上げたいわけじゃないですか。だから気象業界さんもね、いろいろ努力されてるんだと思いますけど、で必要パーツだけ僕がインストールできればいいと思うんですけど、必要パーツが何なのかが分からなくて困ってるんですよ、多分。はい、多くの人は。で、僕は必要か不必要かみたいなことはあんまり考えたことないんですけど、で考えないで気づいたら気象学をやってた
方なんで、みんなにとってじゃあ必要なのは何なのかみたいなことっていうのも僕らがあんまり考えたことないんで、逆に今日はですね、まあ、いろんなこう世界一何々なんだったらいいみたいなの言ってくださいましたけど、必要って何なのというのをちょっと聞きたいなと思ってます。そうすると、まあ、自分がどんな天気に愛されたいのかもあると思うんですよね、結局ね。で、まあ、もしかしたら憎んでる相手もいるかもしれませんけど、まあ、その辺も含めてちょっと技術に変えれるかどうかっていうのは今日の、まあ、予測不可能なんですけど、今日の僕の、まあ、実験ですね、これは。いわゆる、はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、自己紹介になったかどうか分かりませんけど、ちょっと今からですね、まあ、30分ほど経ってしまったので、皆さんちょっと座ずっと座ってるとあれなんで、一回また立たすんですけどですね、春夏秋冬書いていただいたと思うんですけど、春の人ちょっとこっち来てもらえますか。春の人、あ、全員立っちゃった方がいいかな。春、夏、秋、冬ってこう大体4等分、いや4等分にならなくていいんですけど、大体そのこっちに寄ってってください。だから席替えです。もういきなり席替えなんですけど、はい、夏です。はい、どうぞ。あ、もう春この辺です。机ちょっとくっつけますか。大体の人数に合わせて、よかったら机をひっくり返してもらってですね、なんとなくくっつけてください。はい、夏、はい、真ん中の人は大体でいいですよ、大体でいいです、はい、まあ、でもどっちになるかちょっと、はい、春の人何人ですか。春今ですけど、はい、まあまあいますね、10人以上はいますからね。夏何人ですか。あ、いい感じですね。はい、秋どのぐらいですか。極端にどっかが少ないことはないですね。はい、冬3人です。冬は少ないですね。じゃあ僕が冬ですね。はい、冬少ないんですね。なんで冬がいいんですか。はいはい、まあ大体こうやって言われると、まあ、これはじゃあそれぞれのポジションでちょっと次に進んでいきたいんですけど、一番めどくさい時はじゃあ上島区では努力なんで、次に好きか嫌いかっていうやつなんですよね。昨日あれどうも復習するなめっちゃ広い。とりあえず今年の今年の春だいぶ多いですね。夏も多いか。あ、結構な。あ、だ冬が少なすぎるんですね。冬が5人、僕入れて6人ですか。なるほど、はい。それで今からちょっと次に進んでいただきたい。もう書いてる人もいるかもしれませんけど、好きなやつ嫌いなやつを3つ書いてほしいんですよ。書ける人は3つ以上全部思いつく限りどんどん書いてください。裏も使ってもいいですけど、はい、あ、そうです。あ、丸2のですね、僕なんて書きましたっけ。天気、気象、気候の好きなものの3つ、嫌いなもの3つ。
パッと言われるとなかなか出てこない人も意外といるかもしれませんけど、あんまりその人にあーって別に納得させようとかそういうやつじゃなくていいですよ。もう思いつくやつはどう思われてもいいんで、とにかく全部書いてください。それ希少じゃないよねみたいなやつも、まあ何だったらあってもいいです。3つ以上もう書いてる人いますか？あ、3つって言われたらみんな3つしか書かないんですね。で、意外とね、嫌いの3つ目が出てこなかったりとかあると思うんですけど、はい、でも無理してちょっと考えてください。僕も今から3つずつ書きましたけど、僕こんなこと振っといて自分でも結構ね、何かなみたいな感じに自分でもなりましたけど、ちなみに僕の季節は本当に冬が好きなんですね。多分新潟育ちのせいだと思います。で、好きな天気を好きになったのはなんでかとか、まあ、別に自分にしか分かんないことだし、こいつ好きかもしれないし、別に誰かを納得させなくても全然いいので、思いつく限り書いてください。